アマルルホジリスライムに正気度を下げられないように気をつけるメネリスちゃん RPG、始まるよ。ということで今回は、私たちが制作している自作エロゲが更新されたので紹介していきます。概要欄のリンクから無料配布版の DL や制作進捗をチェックできるから確認してね。視聴者はニキたちはオケツでのプレイを試したことはあるかな？あんまり無理すると取り返しがつかなくなるから気をつけよう。クロエくん、補欠の穴の小さいことを言うんじゃないよ。さて、今回はスラム街にギルド派遣所を設置しました。今後はここで魔物の討伐依頼を受けれるようにしていく予定です。この島には古くから森にアマルルホジリスライムが生息しているそうです。普段は少しアマルルをほじる程度しかしてこない心優しき魔物ですが、今回はどうやら人に危害を加えるアマルルホジリスライムが出現してしまったようで、その調査を依頼される流れですね。アマルルをほじられる時点で大概な危害だと思うんですけど。をつける。なるほど、おけつか。おけつといえば、僕はおけつを書いてもいいんだな。おけつならいいんだろう、チエル。あー、もうケツ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 、うっせーわ。いいんですよ、ケツの話は。チェルの穴ならチェル突っ込んでチェルバチェルチェル言わせますよ。森に行くと、なんと男の冒険者の方が襲われていました。やるしかねー、いざ、バトルだ。ぐるーんとやっていきましょう。まずはアマルルホジリスライムが8体出現するよ。アマルルホジリを食らうと MP を吸われ、低確率で発情状態にされるから注意しよう。イエーイ、ドゥイヨー。さらに今回のイベントでは、もう一戦あります。一戦目で負けると家に戻され、二戦目で敗北すると回想シーンを見れます。おっさんのためにも負けられない。ということで、ボスのキングアマルルホジリスライムとの戦闘です。ちょっとステータスが高く、触手ランブ攻撃してくること以外は他のスライムと変わりません。ちなみに今回のアップデから、すでにプレイ済みの兄貴たちのために、第1の島をクリアしなくても自宅で第2の島にワープできるようにしたのと、全回想シーンが見れる回想部屋を最初から開放したよ。これで今すぐ僕で抜きたい兄貴も安心だね。食堂が気持ちいい。ちなみに敗北するとこんな感じ。僕が負けるなんて。ここは僕に任せて逃げるんだ。時間を稼ぐのはいいが、別に。あれを倒してしまっても構わんのだろう。おっと、申し訳ないけどお見せできるのはここまでだよ。この先はぜひ君の目で確かめてくれ。ファンボックスや支援、ファンティアで先行版ゲームや高解像度 CG を配布してるから、支援してくれると嬉しいな。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。さて、この動画を最後まで見た君たち、正気度を下げられないように気をつけよう。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。